はようございます。おはようございます。さて、今日はゴールですね。いよいよ。まず朝は、うん、朝食ビュッフェ、はい、昨日の夜ご飯と同じ場所でコスモスで来ました。はい、なんか朝もすごい豪華そうなので、うん、すごそうだね。ね、よし、じゃあ行きましょう。はい。あ、朝ごはん野菜な感じ。新鮮。え、これさ、でかくない？大きい。あ、味噌つけてきゅうり食べたい。本当だ、味噌。朝だからね、やっぱりヨーグルト。あ、和食。漬物。ナスのこの揚げ浸しめっちゃ好き。美味しいよね。ご飯のお供、卵焼き、うん、飲むサラダ、あれじゃない、美味しい。やっぱ絶対美味しいね。美味しいよね。コシヒカリ、え、塩むすび作ってくれてるよ。おにぎり作ってくれる、すごい。ポテサラにウインナー、スクランブルエッグ、蒸し鶏、あ、揚げ出し豆腐、鮭とかね、安定の朝ごはん、肉じゃが、いろんなパンがあるよ。ね、美味しそう。美味しそう。こんなにちょっと全部食べれないね、お昼もあるからね。うん。じゃあ食事取ろう。はい。はい。じゃあこれ私が選択した。ごゆっくりどうぞ。朝ごはん。おはようございます。はい、ご一緒です。メインはです。ありがとうございます。メガゾーさんはすごいヨーグルト。ヨーグルトにティラミス乗っかってない？そう。なんかティラミスあとチョコ見て見て。混ぜたね。あ、チョコレシピ、あ、いいね、いいね。これね、やっぱふにゃふにゃになるまで待つ。ね、そして、うん、残った牛乳が美味しいんだよね。そう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 。で、スムージー、うん、さっき紹介したスムージー。これ人参かな。では飲むヨーグルト。はいはいはい。じゃあまず早速、うん、それから、うん、どうや、うん、体に良さそう、飲みやすい、うん、人参、人参、人参とリンゴだ、おお、ナイス、あ、でも飲みやすいかも、飲みやすい、思ったより葉っぱの味と、うん、リンゴ、葉っぱとリンゴ、最後に飲むヨーグルトドリンク詰めね。おいしい、濃厚、濃厚なんだ、うん、はーい、ありがとうございます。よし、はい、1番から、はい、始まります、始まります。はい、ここは一応グリーンは見えてます。うん、なんとなくちょっとだけ左にゆるい、まあそんなドックっていうほどじゃないね、うん、ほぼまっすぐです。うん、グリーンの周りは特に何もない、うん、はい、左側にまあバンカー、うん、まあ、左がなんかちょっと危なそうな感じですね。コテージあるんで、ね、はい、左側にコテージが見えてまーすこんな感じで、そうだね、はい、右側に落としていく感じかな、うん、はい、うん、じゃあ始めまーす。今日吹き流しがあるんで、吹き流し方向ひどい。いきなりポコンってやっちゃったんですけど、超恥ずかしい。ナイスショー、完璧。ナイスー、完璧でーす。ゴー。次の番手は5番ウッド。はい。オーバーはしたくないね。大丈夫だ、全然通さない。うん、今200ぐらいあると思う。よいしょ、オッケーオッケー、うん、いいとこ。グリーンが2段グリーンっぽい。やはり言われてた通りちょっと難しそう、ね、登って、おうん、2段の上に行きました。ナイスタッチ、オッケー、はーい、ちょいすら、はい、
ないね。見すぎたかな。ナイスイーン。ここはパー5。結構遠い。うん。レディースって411なんで、まあまあ、そうだね、普通ぐらい。左のバンカー結構こちらも。そうだね。左のバンカー方向狙いが良さそう。左目で。ナイス。大丈夫。オッケー。ナイスー。ちょっと見えるのかな、これ。そういう感じでドローンで撮影されたコースガイドってコースレイアウトが見えます。初めてね。なるほどね。すごい見やすいです。うん、見やすい。今日は私とレナちゃんはお揃いのウェアです。リンガムとアルチビアの、はい、コラボです。白と赤、あ、間違えた、白と黄色どんな味がよまだやっぱ新潟も暑いです。そうだね。夜は涼しいけど。夜涼しかったけど。どこ行った？ちょうどいい感じかな。はい、ちょっと2段目をラフ、つま先上がりの左足上がりのラフです。ちょいラフだね。いや、5番ウッドを持ったものの、おー、5番ウッドで滑りますね。オッケー、ナイス。オッケー、転がる転がる。ナイス。ここではまだ170-180ぐらいあるかな。ポコーン。ポコーン。え、もうオッケー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 、大丈夫大丈夫。これ100ぐらいかね。うん。よしよし、ゴー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 、おー、でもオッケー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 。左のラフぐらい。オッケー。グリーンが今ここは2段グリーンで、なんかちょっと結構うねうねしてますね。うねうねしてます。埋まってますね。埋まってるよ。いいぞいいぞ。走れ。おー、やっぱスライスだね。ね、うん、ナイス。スライスの時に気をつけてることは、どこからスライスするか、うん、っていうのを見て、うん、しっかり打つ、しっかり打つ、はい、しっかり打ってください、はい、しっかり打ったよ。あ、でも惜しい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 ね。ナイス。 OK。 パー4。うーん、池まで200ヤードか、うん、この池まで。こちらの3番ホールはベルナチオのこのパンフレットにも載ってるんで。うわ、グリーンの左側から池が迫り出た美しいミドルホールです、うん、けどやっぱちょっと難しいんでしょうね、乗るってことは。そうだろうね。こういうホールはもう狙わない、うん手前、手前からボギーでいいよ、うん、右はバンカーあるしね。ね、白旗の方に。ナイショ。バンカー手前かな。入った入ったか万入です。キックが右に跳ねちゃったね。キノコ、うん、いよ。考えてます。左池で右もなんかちょっと狭いね。ね、ここ実は行けないバンカーだね。じゃああそこが170ぐらいあるんで、ピンまでは。まだまだあるしね。ひとまず出すって感じかな。そう、超怖い。オッケー。うん、ナイスアウト。お、いいフェード。フェードじゃないからあれ。フェードの反対よ。反対か。キュイーンって。ナイスフェアウェイ。これまた2段グリーンになってるね。よいしょ。うん、ナイスオン。おー、危ない。しっかり上に乗せたね。3番ホールのグリーン周りは左がかなりかなり池が迫り出てました。レナちゃんのボールがちょっとね、
そう思ったんだけど、キックして、左にキックして、まあラフにあるだろうと思ったらこんなに絶対ないでしょ。出てたんで、池があったんで入っちゃったっぽいっす。ここは注意ホールです。止まれ。うん、オッケー。111ヤードのパー3です。番手は7番。7番で OKOK、 セーフセーフセーフだけど、ちょっと寄せづらそうなとこ。難しいぞ。上手い。難しい。手前に落としたらバンカー。うん。行き過ぎてもバンカー。うん。あそこは難しいね、そこのライ。前足下がりだから右に行きそう。ああさあこれをどう打つ。惜しい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 。オッケー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 。いやこれ、あ、好きな方でいいんじゃないのかな。うん、ちょっと怖いやっぱ、うん、あの奥のパン。そうだね、あれあそこ高いもんね。うん、安全に安全に行きます。おお、やっぱ結構切れるね。あー切れるね。オッケーオッケー。スライス。おー来た来た来た。いや、あー、おーナイス。バンカー多いね。バンカー多いね。しかもちょうど入りそうなところにバンカー。打ち上げパー4。パー4。ナイスショット。うん、いいところ。手前のバンカーを越えた先は95なんですけど、キャリーで行かないといけない感じがするんで。何番アイアンですか。10番にします。はい、ちょっと短くなって、うん、ナイスショ。うん、うん、ナイスオン。うん、ありがとう。ちょっと大きかったようです。A でします。はい。ナイスアプローチ。うん、早いね、なんか。うん、切れてる。しょうがない。うん、ナイスさん。ややフック。うん。ナイスタッチ。5番ホール終わって茶店があります。こんにちは、おはようございます。アイスもらえる。おアイスキャンディー。シシレモンの。あ、あのゼリーだと有料になってますね。ゼリー有料です。アイスキャンディーもらおうか。いろんな味があるよ。ここまでどうでした、ゴルフ場雰囲気。綺麗。綺麗ね、まずとりあえず綺麗。綺麗。綺麗だね。うん、でなんかやっぱ平坦だから、うん、なんかすごい景色もいいよね。見やすいし、うん、ただやっぱまあバンカー多いよね。多い。グリーン難しいね。やっぱ昨日なんかこう言ってたようにスコアメイクが大事だね。うん、だよね、うん、ちゃんとグリーン手前の時にショット打つ時にどこに落とすかを考えないと、私今のとこずっとボギーでなんかちょっとなんだろうね。なんかちょっと、なんか悔しい。私はその、やっぱりだね、グリーンの落としどこを見てないで、ちょっと雑にやったせいか、グリーンの周りで、乗ったはいいけど、2段グリーンだから落ちて、で、また乗ったはいいけど、ちょっと2段グリーンだから。って感じでね。ちょっとレナードさん行ったり来たりしてますね。ちょっと行ったり来たりして、取りちゃったりとかしてね。そういうのね、気をつけないと。ね、レナードさん。はい。決めたきっかけ。決めたきっかけ教えてください。きっかけはその時すごい好きだった先輩が、まあ、先輩ってその地元の？大学の入ってた時の。うん、なんか同じ大学じゃないんだけど、年上の先輩、共通の知り合いの先輩かな、が、まあ
まさにもうゴルキチーへーゴルフゴルフゴルフ、うんうんうん、でまあ前からそのゴルフをやりなよって言われてたんだけど、あんまり興味を持ってなくて、うんうんうん、でもそろそろ私もやろうかなって思い始めて、うん、でその先輩に勧められてゴルフを始めて、うんはい、で地元のレッスンスクールに入って、うん、なんでだろう、うん、何かが来ましたね舞い降りて楽しいとハマったハマった最初からハマった、うん、ハマったねへえそうそうそうでまあゴルフレッスン通ってて、うんうん、で一旦ちょっとレッスンはやめたんだけど、うん、またもう一度こう友達の紹介で新宿にあるスクールに入って、うんでそっから1年半ぐらい、うん、もう本当にめっちゃ練習したそうだね上手くなりたいと思って偉いですねなるほどね始めたきっかけなるほど、うん、1回止めますティーバーファイブでーすどんなコースかなあまた息があるよ何これレッドペナルティーエリアだからワンペナかなそうだね、うんオビーないからオビーないです赤くいなので、うん、で、打ち下ろし左、うん、あ、まあ右もバンカーあるか、うん、そうねこれも結構広いからうん、うん、とりあえずまっすぐまっすぐ打ちたい打ちたいあはははティーショットポコっちゃったね今ちょっと力んだねきっと飛ばそうと思ってましたあれあるやなラフでこんな埋まってるよ埋まってますオッケーオッケーオッケーとりあえず出してオッケーここの6番は結構ドックしてますよ左右左まだまだ長いねまだまだよはいオッケー、ナイスー問題ない、転がってる転がってるオッケー池まで150とかあんのかなそうだよね、で、あっちも左だなうんナイスー今のいいね、完璧ま、うん、っすぐ、ナイスーうんどうひょいそれ力んだかな力んだな出ましたねそこから60ですどんまい池のプレッシャーオッケーナイスナイスオンナイスオン緊張するするよねこれがなんでだろうねやっぱメンタルトレーニングかなメンタル ね, あのね池があるんでそうねちょっと池に向かって速そうだねやっぱアプローチ、うん、頑張れ肩で行きます肩で安全にねお、いいタッチ、うん、おー、ナイスオッケー、ナイスタッチうまいうん、またバンカーかも設計者の思うがままにいい子です、ね、バンカーにありましたうん、ナイスショ左、あバンカーバンカーありましたあ、止まってあ、でもある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 セーフーなんと木に当たってセーフおいちょっと手前だったリベンジナイスアプローチナイスオン右に行くねおお、さすがナイスイン。おお、いいね、ナイスショ。惜しい。あ、出てきた。おお、乗った乗った乗った。オッケー、オッケー、オッケー、ナイス。
ちゃんとカップの後ろまで行って行きます。おお。やっぱスライスするよね。おお、でもナイスナイス。ここは入れたいとこです。うー、来た。あー、惜しい。でもちょっとフックした今、なんかちょっとね。最終ホール、9番ホール、すごいね、この打ち下ろし。いいね。ねえ、面白い。気持ちいい。ご飯もさ、うん、すごい美味しいし。美味しかった。お部屋も広いし、綺麗だし、温泉もあるし、最高じゃない。12月までだっけ営業が。11月末ぐらいかな、早くて12月の頭にやっぱ結構もうクローズしちゃうって言ってたから。なるほどね。うん、秋ぐらいに行きたいね。行きたい行きたい。この前にみんな行くからリンゴルホープで行ってください。ナイスショー。気持ちいい。脱出やん。ピッチング打ってきちゃったんで9番短く持っていく。はい、ちょっとやった。ここは難しいよ。でも走ってる。うわー、マジ悔しい。綺麗なアプローチ。ナイスオン。またスネーク。ちっちゃい小波みたいな。ちっちゃい波。そうだね。なんかなんだろう、ちっちゃい二段グリーン。え、すごい、そっから左に切れたね。オッケー。